山口淳ですお疲れ様ですえー、っとかもしれないっていう話ばっかになっちゃうんですけどあの山口淳っていうのはあの、兵庫県神崎郡福崎町の議会議員をやってましたでえー、っとそれにあの他にですねエンターテインメントというかねあの他のチャンネルがありまして、えー、福崎大好きチャンネルいうのがあったんですで今もあります でとあの、チャンネル登録者様が300人300人台の、えー、とチャンネルになってますで、えー、とこれまでですねあの山口純チャンネルでは、えーとまあ、政治系のチャンネルやったのであの今後、えーとまあ、いろんなことやっていくので政治系のチャンネルじゃなくなるかもしれないしもうその副社長とは全く関係のないもう個人の,あのチャンネルになっていく可能性もありますんで あの今のうちに福崎町にゆかりある方近い方々が見てらっしゃると思いますのであのお知らせしときますと、えー、もう福崎のことはですねもう基本的には福崎大好きの方でやっていきます、まあ、エンターテイメント的な部分ねあの妖怪ベンジであったりとか観光の関係福崎町を紹介するいうことで細々と、まあ、福崎大好きの方が活動をしていこうと思ってます でまあ、今ゲーム実況実験室ということでずっとやっててまあそれはその福崎とはあまり関係ないのでもうこれからはちょっとそのチャンネルを開けなければならないかなっていうふうに思ってるんですがあの一応その福崎大好きチャンネルいう方が結構も遊びの方のチャンネルになっていってでえー、っと今その福崎大好きチャンネルがゲーム実況もやってますけれどもそれも。 えっと今ご覧いただいているこの山口純チャンネルの方に移行してしまってもやっていくかなっていうふうになってますあそれなんでかっつったらもともとですでもいろいろ圧力かかってあの政治系のチャンネルになりかかっとったからもういろいろ圧力かかりましてその当時はね「福崎大好きチャンネル700人台」。 のあのチャンネル登録者さんがいらっしゃいましたでもそのアカウントも消しちゃって新たに福崎大好きチャンネルっていうのを立ち上げたのが今あの登録者さんが300人台の福崎大好きチャンネルですまああのそれでえー、っと山口純チャンネルでも分けてねあの政治のことやっていこうということで細々と山口純チャンネルの方もやってたんですけれどもまあ今回いろいろ力を及ばずですねあのネットの えと選挙であったりとかそういう運動がですね、もう福崎町ではま,あまず無理やとあの、それでは勝てないというようなあの証明ができたので、あのもう、まあ、一つの、その言ったら、僕自身の,その仕事というかね、あの、が終わったかなというふうに思ってますんで、まあ、あの、一応、えー、とずるずる、もしかしたら、町のこともやるかもしれませんが、もう次、どうなるかもわからないので、まあ、しばらくはもう好きにやらせてもらおうと思ってます。でまあ いろいろご批判があったりとか、まあ副作業、福崎町ゆかりの方々は、あの、失望される方もいらっしゃると思いますが、あの、もう基本的に、その、やりたくない仕事をね、あの、もうやりたくないと。もうやりたい仕事をしっかり見つけてですね、それでやっていきたいと思いますんで、あの、すぐ動けとかね、あの、コメントを書いてくれた人もいましたけれども、まあ、言うても負けてまたしばらく経ってる状態でね、なかなかすぐ動けませんよ。うん。 だから、あのー、もう少し考える時間をください。で、えー、っとね、で、福崎大好きチャンネルのもう一個だけ言うとくと、あの、もともとその運営さんに任せてますって言ってたんですよ、福崎大好きチャンネルね。で、その福崎大好きチャンネルの運営さんからも言ったら僕がもう引き取ってですね、もう一回。あの、福崎大好きチャンネルも僕自身が、あの、えー、動画撮影したりして、してえー、っと、福崎大好きスタッフとして、あのー、えー、っと、まあ、あ 種々の動画を上げていけるような形でもう運営もあの山口淳の方に移行することにしましたんであのもう一回戻してもらうことにしましたんであのまあどういうような形になるのか福崎大好きチャンネルの方もわからないんですがなんせこの今2チャンネル体制で移こうとしてますでもあのなんせねゲームもやりたいんですよただもう、まあ、山口純チャンネルと福崎大好きチャンネルやったらちょっとおかしいからやっぱりもう一個新しくチャンネル立ち上げる方がまあスマートなんかなというふうに思ってます まあそんな感じでちょっとあの山口純チャンネルも福崎大好きチャンネルもあの少しあのえっと瞑想するかもしれませんけれどもなんとか整えてですねあのしっかりとした形にしていきたいと思ってますのでぜひですねあの2つともあのチャンネル登録していただけるとありがたいですもう厚かましいお願いで申し訳ないんですがなんせチャンネル登録者さんがある程度いらっしゃると,えっとこっちもですねあ,のある程度 その力入れてやろうかああいうことになりますんで。現金なもんですよ。もう数字でね、はっきり分かりま、あ、あの、現れるもんやからね。はい。そういうことで、あの、この動画は以上です。